毎日暑いですね。私はお天気の専門ではありますけれども、天文に関しては詳しくないので、今から専門家の方に聞いてみたいと思います。行ってみましょう。ということで、今夜の観察会を企画している明石市立天文科学館で火星の大接近について伺いました。いよいよなんですけど、今気になることとかありますか？そうですね、まあ、火星の砂嵐が収まって火星の空も晴れになるのかどうかというのが随分気になっております。地球の天気だけでも苦労するのに、火星の天気まではちょっとわからないですよ。いや、またぜひいずれですね、火星の天気予報も毎日言っていただきますと私たちとしては嬉しいですね。また研究しておきます。よろしくお願いいたします。あの火星はですね、まあ、大変地球によく似た惑星と言われてるんですね。大きさは地球の半分ぐらいで、まあ、大気もあってですね、そして春夏秋冬の季節もあるという、そんな星なんですね。今回5700万キロメートルほど、まあ、これはですね、一番遠ざかった4億キロメートルから比べると7分の1ぐらいというね、非常に近い状態になるんですね。遠い時にあるともう本当に空に光る、まあ、普通の星の一つにしかわからないんですけども、今はですね、もう夜中の空にもうギラギラと輝いて一番明るい星と非常にはっきり見えるんですね。ではここで実際に今夜の大接近のイメージをお見せしましょう。これは今月24日に撮影したものなんですね。火星の特徴である地表の赤さもよく見ることができます。でこれが今夜はもっと明るく見ることができるんですね。でこちらが今日の午前1時前の写真なんです。明るさも増して火星の模様もよりはっきり分かりますよね。そして気になるのが、この火星に地球外生命体は果たして存在するのかどうか。実は今は結構いるんじゃないかな的な方向に振ってるんですね。例えば火星の土の中から有機物が発見されたり、それから南極の氷の下にはこう湖のようなものがあるとかですね、まあ、そういう意味ではもしかしたら昔火星に生命が誕生していて、今でも火星のどこかに潜んでいるという可能性もあると思いますね。火星の世界に思いを馳せていただくというのも楽しいと思いますね。火星には現在 NASA が探査機を送っていて、およそ8ヶ月をかけて秋ごろに到着する予定です。地球以外に生命は存在するのか、そんなことを考えながら今夜の大接近を楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみに次回の大接近は17年後の2035年だということです。